トニウムはもらった。我々は東京を狙う。非常事態だ。東京湾で輸送用機ごと爆破されたら日本は崩壊だ。かつて我々が戦った男です。絶対捕まえる。プルトニウムを返してほしければ現内閣の閣僚全員で俺に会いに来い。総理、バスの子供たちの命はない。人質は俺の息子だけじゃない。あいつが何考えてるのかちゃんと聞きてんだよ。今制圧しなければ奴ら東京湾に入ることになります。誰が私たちのこれから守ってくれんの。絶対負けないって信じてる。この国の未来を取り戻すための戦いだ。私のせいで。俺たちの仕事は今を懸命に守ればいい。みんなを守るために頑張ってるんだよ。一つ一つの光があるから。分かったんです。これから先を誰と生きていきたいか。息子がくれたお守りだ。大東、お前の手でこの国を終わらせろ。おせ、俺は誰も死なせない。 As 最後の警官 Recovery of our future。